皆さんこんにちは、みずきです。今日の動画は私がみんなにおすすめしたいデニムを使ったコーディネートを紹介していきたいと思います。私って滑舌いいのか悪いのかわからない、良くもないし悪くもないって感じですよね。多分1着目のコーディネートはデニムとジャケットで綺麗めにまとめてみました。デニムはリエンダのデニムなんですけど、すごい形綺麗でトレンドなワイドレッグのシルエットがかっちりしすぎてないし、抜け感もあるような大人カジュアルを演出できるような形かなと思います。形もカラーも着回し万能なアイテムなのでチョイスしました。2着目のデニムはラグアジムのデニムです。リアルバイしたデニムです。これ可愛くないですか？こういうデニムさ、履きたくなる気分になる時あるんですよね。私は1着持ってたら絶対使うっていうデニムだと思います。ラグアジム定番のルーズストレートシルエットも可愛いし、このデニムのブリーチは一本一本手作業でしてるから、一本一本少しずつデザインが変わっていて、世界に一つだけのデニムっていうところも惹かれて購入しました。もうこれはね、一番しっくりくるコーデです。インスタに載せた時からお問い合わせが多かったこのニットはスタイルミキさんのもので、腕を穴から出すこともできるので、これは可愛いしおしゃれに見えるし買いだと思います。デニムはアズールバイマウジーのデニムなんですけど、マジでハイクオリティでびっくりしました。めっちゃいいです。これお値段が7,700円で、まずありえない驚愕な値段っていうのもびっくりなんですけど、ストレッチが効いてるのに形が綺麗だし、太すぎず細すぎないワイドなシルエットがお洋服選ばずに使えるのでおすすめのポイントです。でカバンもブラックバイマウジーで買いました。リュックだからパソコン持ってて肩痛いっていうのがなくて、ストレスフリーで持てるのでたくさん愛用してます。マージでデニムの形綺麗よね。プチプラとさ2000円ぐらいしか変わらなくて、このクオリティのデニムなら絶対こっち買った方がいいって思います。ハンバーガー食べます。はい、この日は本社の真横にあるカフェでランチをしました。アボカドとサワークリームのハンバーガーが激うまでした。ハンバーガー屋さんのポテトがこのポテトの細さだとテンション上がります。めっちゃ美味しい。この日は全身スタミキでスタイリングしました。このデニムはセンタープレスラインとハイウエストで、足長効果ありの美脚デニムで、ルーズなニットトップスとかタイトなトップスも合わせやすいです。大人のブラウンって感じのカラーに惹かれてこのデニムをチョイスしました。いかがでしょうか。サイズは168センチで M サイズを履いてます。でこのモケモケニットも絶対欲しいニットです。モケモケニットってちょっとギャルくなるんじゃないかなって懸念してたんですけど、このカラーだからこその上品さとか女性らしさがすごく可愛いので絶対にゲットします。おはようございます。今日は本社でデスクワークの日です。今日のデニムコーデはこんな感じです。コーデ紹介しましょうか。今日のコーデはこんな感じです。ちょっとカジュアル。このデニムめちゃくちゃストレッチが効いてて、デニムとは思えないぐらい柔らかい素材なので、デスクワークで座る日でも全然楽ちんに履けちゃうので履いてきちゃいました。でパソコンが、はい、あるので大きめのカバンでいつも通りやってきました。まだまだ終わらないですけど今日は頑張りたいと思います。
このデニムもめちゃくちゃ履きやすいですね。これはお尻から太ももにかけてまっすぐフィットするストレートレッグで、ウエストもジャストウエストで足長のストレートシルエットになってるので、身長選ばず履いていただけるかなと思います。絶妙な丈感がポイントです。はい、この日はスローバイサイのめちゃくちゃ可愛いデニムのセットアップを着ました。これはリアルバイしました。上下別々でももちろん着れるんだけど、1枚着てるだけでジャンプスーツを着てるようなおしゃれ感が出るセットアップです。太さは結構あるんですけど、ハイウエストの感じとか、ウエスト周りがちょっと華奢な作りになってるから、太めなんだけど女性らしさが出るようなパンツになってます。めちゃシルエット可愛いよね。夏とかも T シャツとかキャミとかと着たら可愛いと思います。あとこのね、デニムシャツの襟が可愛いんですよ。ここポイントです。この大きめの襟感可愛いでしょう。どうか可愛さが伝わりますように。はい、この日はマジで私の雨女加減が大爆発しました。やばくない？普通にこの日晴れてたのに、この撮影の時に外出たらこれになったんですよ。神社に行こうって決意しました。この日のデニムはもうマウジー様ですね。定番で大人気のプレーンジーンズを履きました。これは3色展開でアイボリー、イエロー、グリーンがあるんですけど、どれも可愛いんですけど、グリーンの方が膨張せずに締め色として使えるので、飽きが来なくてカラー迷ってる方はグリーンが私的一番おすすめです。程よいルーズ感で体型もカバーしてくれるのでおすすめの一本です。このベストさ、スライムなんですけどめっちゃ可愛くて、この間ルックブックで私去年のさ、パブリック東京のベスト着てたんですけど、それっぽいからベストを探してる人いたらこれおすすめです。スライのこれいいと思います。おはようございます。今日はこれから撮影と打ち合わせです。ピックしたお洋服をステージ用に運んで撮影して打ち合わせするという今日の一日のお仕事でございます。今日はなんか結構シンプルにしちゃいました。狙ってたロデオクラウンズのこのセーラーニット、セーラーニットはさ、今季すごいトレンドで後ろ姿も可愛いので、このニットをブラウンゲットしました。なんか1枚で着たりしても可愛いし、レイヤードこの中にロンティーとか入れても可愛いです。デニムはステッチが可愛いのでゲットしました。シンプルなお洋服も映えるスタイリングにできるので、今季ゲットしたデニムです。じゃあお仕事頑張ります。行ってきます。ホワイトのデニムはもっとルーズな形しかなかったので、このちょっとストレートっぽい太すぎず細すぎずっていう形を求めてたので今季ゲットしたデニムです。はい、最後のコーディネートはこんな感じです。1週間と言ってたんですけど1日オーバーしてましたので、おまけで1日という感じで、下がいかがだったでしょうか。ぜひお買い物だったりコーデの参考にしていただけると嬉しいです。詳細も貼っておくのでぜひチェックしてみてください。じゃあバイバーイ。